自転車の盗難被害を減らそうと、昨日富士宮市の高校生が市内の駐輪場に出向き防犯点検に当たりました。チェーンかけるようはないんですか？ない。富士宮市の商業施設の駐輪場で防犯点検をしたのは、富士宮市内の5つの高校の生徒たちです。自転車を使う機会の多い現役の高校生に駐輪場を見てもらい、富士宮署の担当者が盗難対策について意見を聞いていきました。前輪とその棒でチェーンで固定できるようなそういうものがあるんですけど、それが必要だなと思ったっていうことと、そのあとは柱の裏にその照明がないんですよね。そうすると影ができてしまうので、そういうところにその照明とかをつけた方がいいんじゃないかって思いました。結果的に高校生の意見が種になって、地域が防犯という意識に向くと思いますので、それが犯罪を起こさせないための社会というものにつながることを期待しています。高校生たちは盗難被害を少しでも減らそうと積極的に意見を出していました。